はい、それではご紹介しましょう。維新伝心のお二人です。はい、どうも、明けましておめでとうございます。維新伝心です。維新伝心、今年で、2年目という、大したことないですけどね、2年目なんで去年1年間はね、とりあえずいろいろと模索しながら走ってきた1年間なんじゃないかな、3年目もね。ということで今年はちょっと維新伝心も色が出てきたんで、そっちの方でまた突っ走りたいなと思うんで、今年もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まっすぐ行きましょうか。最後の雨。Oh.
今日はちょっといつもと違う構成で結構しっとりめの曲が多いですね。じゃあ次は続いてはね、今日は雪を降る予定だったのが降ってませんね。降ってませんね。降ってませんね。まあ来週から降るかもしれないんで、まあ、それにちなんだ曲ということで雪の花を歌います。
ありがとうございます。ありがとうございます。終わったね。終わったね。これ初めて歌う曲ですね。そう、今日初めてやった曲だったんですけども、本当は2月のですね、ライブに、はい、やる予定だったのが急にですね。なんか最後ちょっと歌詞変えましたか。え、なんでそんなこと言うの。初っ端どこ歌ったのかなって言ってね。ちゃんと大丈夫じゃん、ついてきたから大丈夫です、ね、行きましょう次、うん、よかったね、一心伝心してた、ね、嬉しかった、ありがとう、yeah.
ありがとうございました。ジュジュのこの夜を止めてをお聞きいただきました。ありがとうございます。はい、じゃあ、ね、ラストの曲ですね。ラストのソングになります。ラストソングはですね、初恋という曲なんですけれども、中島美香さんの曲になるんですけどもね、皆さん好きな方、愛する方、きっとそばにいたり心の中にきっとねいらっしゃると思うんですけれども、いろんな障害があってそれを背負うのではなくて、お互いがお互いを支え合える、そんな中でありたいなと。私もいつも愛する彼のために願っています。聞いてください。
がとうございました。ありがとうございました。維新電子でした。ありがとうございました。ありがとうございます。ご利用いただきました。ね、ご利用いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっと少し明るめの曲で最後締めたいと思います。明るいかな？明るいかな？明るいかな？これはね、今日来てるね、あやちゃんも好きな歌で。そうでもない顔してますね。そうでもジュジュの優しさで優しさで溢れるようにお聞きください。優しさで溢れる。
した。石井伝心でした。